アメリカ海軍のミサイル巡洋艦、リーヒ級ミサイル巡洋艦の3番艦。艦名は、ジョン・エル・ウォーデン海軍大将にちなんで命名された。その名を持つ艦としては4隻目。ウォーデンは1961年9月19日に、メイン州バスのバス鉄工所で寄港する。1962年6月2日に、ウィリアム・アール・スメルバーグ三世婦人によって浸水し、 1963年8月3日にマサチューセッツ州ボストンでスコット・ロス・ロップ艦長の指揮下収益した。オーデンは収益後、ボストン海軍造船所で2ヶ月間の調整を受ける。10月12日にボストンを出港し、成長訓練のためバーミューダに向かう。訓練を終了するとオーデンは10月28日にハンプトン・ローズ、バージニア州ノーフォークに向かい、 11月13日に母校のカリフォルニア州サンディエゴに到着する。ディボブワン、ワシントン州シアトルでソナー測定を行った後、ウォーデンは艦隊機関となる。1964年1月にウォーデンは太平洋ミサイル試験海域でシステム承認試験の一環としてミサイルを発射した。その後もサンディエゴ海域で作戦活動を続け、3月に 成長後信頼試験のため、ロングビーチ海軍造船所入りする。作業は5月前半に完了した。5月18日から6月26日までウォーデンは、サンディエゴでの訓練に参加する。最初の艦隊訓練は7月10日から17日まで行われ、対空戦闘が主であった。1964年8月11日にウォーデンは、極東展開のため西太平洋に向かう。 ミッドウェイ島及びグアムで燃料を補給した後、8月30日にフィリピンのスービック海軍基地に到着し、第7艦隊での活動を開始する。10月後半から11月前半には横須賀を訪れ、その後も1964年末まで東南アジアでの作戦活動に従事した。1965年の元日にウォーデンは休養のため香港に入港する。 その後横須賀に短期間停泊し、1月24日に本国へ帰国の途に着く。2月17日に母校に到着、3月5日まで停泊した後、ロングビーチ海軍造船所で3ヶ月の信頼性検査が行われる。1965年6月2日にウォーデンは新たに装着されたレーダー評価のためサンディエゴへ向かう。ウォーデンは母校の海域で活動を続け、 1965年11月18日から24日まで、カリフォルニア沖での艦隊演習、レンジブッシュに参加した。その後は同年末まで、太平洋西部へ展開するための準備を行う。ォーデンは1993年10月1日に、新珠湾で退役し、除籍された。当初はスクラップとして売却される予定であったが、その契約は無効となった。 戦隊は2000年6月17日に標的艦として破壊、怪没処分となった。ウォーデンはベトナム戦争の先行で9個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。